早稲田の社学といえば最も英語が難しいと言われているわけ、あ、自分の中ではテクニシャンにテレフォンのシステムをインスペクトしてもらうように、すごいルー大柴みたい、はい、受け取り人に法的助言を提供してくれる弁護士を紹介するよう頼んでくださいと。 I would appreciate it if you could arrange a lawyer。おはよう、始まりました、もちチャンネルです。今回はですね、スペシャルゲストとしてやってまいりました、はい、自己紹介をお願いいたします。私はダクロックヘンズのシホと申します、よろしくお願いします、はい、聞き取れましたか、ダクロックヘンズって言いましたね、今ね。どっちですか、単身ですか、長身の方ですか。私は単身担当です。そんなのあるんだ早稲田卒の歌手になるんですか、そうありたかったです。そうありたかった、どういうことですか、そうありたかった。普段はお仕事をしながら週末とかに、はい、週末はそうですね、ざっくり言うとそんな感じで、はい、でね、 YouTube チャンネルやってて、はい、何の歌歌ってるんですか。グランファーダーズパークですか。違いますね、すいません、まあ、普段は結構カバーとかもしてるんですけど、はい、特にカバーやっぱパラマスですか。なるカバーです、ね、あ、カバーもしてて、カバーもしてるんですけど、はい、今日はコンプレックスを、ね、英語に持っているっていう。ああ、英語にコンプレックス、え、でも、はい、だって何たって早稲田の社学じゃないですか。早稲田の社学といえば最も英語は難しいと言われているわけ、あ、自分の中では。英語はどれぐらいできるんですか。準1級を持っているという一応ライセンスはあるんですけれども、はい、何ライセンスじゃないですけどね、サテフェカットですけど、はい、すいません、こういう感じですね普段からあまり触れる機会が最近はないので、ちょっと今衰えを感じ、じゃあそんな志保さんの、はい、英語力をチェックしたいと思います、ね、嫌です、いや即答いやです、早いとどれぐらいできるのか見たいと思います。はい、使うのはですねこれです、いかついマーク本当だ私今なんかアップデートしてて使えないんでやってもらうのですね、はい、ハイネイティブトラックっていうやつですね。ハイネイティブトラック、はい、発音できます ね、はい、でね、このサービスはですね、はい、1日1台届くんですよ。おお、問題が、お題が、そうです、お題が届いて、はい、そして答えていくっていうビジネス英語です。英検もね、準1級持ってるし、過去の話です、ちっちゃ声がだからそんな人でもやっぱちょっとビジネスで使えないって人結構いると思うので、私です。月曜から金曜まで毎日課題が届きますので、はい、その中でこういうふうにですね、いっぱい課題があるんですよ、はい、これでずらーっとですね、本当だ、日ごとに、そうです、毎日本当にあるんですね、月から金まで、月金で、まあいつでも送れるんですけど、はい、ネイティブがチェックします。ネイティブ、アメリカ人とか、そうです、そうです、アメリカ人ネイティブが検索する、ライティングとスピーキング、はい、両方添削してもらいますので、なんで課題を出してもらいます。 I would appreciate it if you could っていう表現ですね。なんか普通お願いしますって言ったらどんな表現するんですか。これやってとか please、 あ、そうですね、うん、とか can you、 can you、 あ、そう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 、そういうことですね、うん、それの丁寧版ですね。だからビジネスメールとかで使う表現ですね、はい、この I would appreciate it if you could っていうのは、okay、 喋るときは would が縮まって I do になるんですけどね、はい、I'd appreciate it っていうふうに使うんですよ。まあこの謎の it、ね、この if 説を指してる it っていうのがですね、まあ、大学入試とかでもできたりするんですよ。 it 入れなきゃいけないとかっていうので出るんですけど、これわかります意味。 I would appreciate it if you could arrange for a technician to inspect our telephone system as soon as possible って書いてますけど、はい、もういち早く ASAP ですね。ああ、そう ASAP ね、はい、そうテクニシャンに、ね、テクニシャンにちょっとあれしてもらえる。15時30分ですだそうです。はい、テクニシャンにこのテレフォンのシステムをインスペクトしてもらうように、もうすごいルー大柴みたい、はい、全部今すぐアレンジしてくれテクニシャンにインスペクトするようにではそんな表現を実際にですね書いてもらいたいですね。次のメールの断片の続きとして使える一文を書きましょう。受け取り人に法的助言を提供してくれる弁護士を紹介するよう頼んでくださいと。難しいこと言うな。 We've negotiated contracts with domestic clients that lack experience with international contract law. さあアレンジしてほしいと。法的助言を提供、 I'd appreciate を使ってってことですね。はい、でもインターナショナルコントラクトの経験が少ないと、だから紹介してくださいと。はい、はい、あ、うっ、これももうトイックにはまあほぼ毎回必ず出てくる表現なので、ほんと行こう、悩んで、やばい、これ、はいはい、ちょっとこれは違います
条件。できました。ここ違うんですよ。 I would appreciate it if you could arrange a lawyer to supply the legal help. ロイヤーなんですよ。はい、間違えました。さあ読んでください。I would appreciate it if you could arrange a lawyer to supply the legal help. Appreciate って読むしね。このトイックに出てくるイギリス人そうやって読むんですよね。Appreciate ってアメリカ人普通言うんですけどね。さあ、サブメット送りました。さあ一体、はい、どんな結果になるんでしょうか。この後すぐ。この後すぐ。はい、では帰ってきましたんで、はい、見てみたいと思いますね。I would appreciate it if you could arrange a lawyer.そう、レイヤー、服のやつですか。服の1枚2枚もレイヤーですね。To supply the legal help。 おっと、サンプルアンサーが I'd appreciate it if you could connect me with an attorney who can provide legal advice。 そうですね、 Attorney provide legal advice。 なんかめちゃくちゃしっくりくる。そう、アドバイスですね、やっぱりね。そうですね、条件はリーガルって書いた時に、あ、できるかなと思ったんですけど、ヘルプになったんで、あ、アドバイス、条件浮かばなかったんだなと思って。まあ、ロイヤーなんですけど、アメリカではアトーニーということが多いですね、弁護士は。わかりました。これはちょっと予想をしてなかったです。はい、まあ、いろいろあるんですけどね、カウンセラーとかですね、いろいろ言い方とかはあるんですが、イギリス英語になったらもっとね、いろいろありますよね。ソリシターとか、バリスターとかですね。そうなんです。いろんな表現があって、もう役割によって違うんですけど。さあ、来ました。 Good afternoon. In this lesson, you are learning how to formally request that someone do something. 仮定方言在 request that someone do. 原型使うやつですね。知ってます？はい。本当？ this type of request is typically used only in formal emails and formal letters. Your sentence has the correct structure. Subject would appreciate it if subject B could. And the bare infinitive. おお、原型不定詞。原型不定詞。Bare infinitive verb phrase. This is a natural way to continue the email. You achieved the lesson objectives. 目標達成。Thank you so much. That means you get to talk about other ways to improve your writing. I'm going to explain the following. The difference between arrange and arrange for. そうなんですよ。Arrange for が入ってなかったんで。Correct use of infinitive verb phrase and the restrictive relative clauses. すごい関係代名詞。Revision. I would appreciate it if you could arrange for us to. そうそうそう、ここね。For us to talk to. Arrange for 人 to do の形ですね。はい。Who can supply legal help? って形で空節がかかってる。Correction 1. Arrange can be transitive. 他動詞で使うことができると。When it is, it means put things in a neat, attractive or required order. ちゃんとしたようにこうアレンジする。日本語の言う。That's not the meaning you need here. ここで必要なのはそれじゃないよ。You're trying to ask the recipient. 受け取りの、あ、そう、受け手のこと recipient って言いますので、これですね。はい。To make it possible for you to do something. それなんかができる。あ、ここにも for to の構文が入ってますね。You can use arrange to do this, but it requires use of for. For が必要です。Arrange for object,、はい、pronoun, noun phrase, proper noun, someone, infinitive verb phrase. という形で、arrange for 名詞 to do.目的語になる代名詞、名詞句、もしくは固有名詞まで、ここまで詳しく、すごい詳しい、グラマー解説してくれるんですね。There's someone component should refer to you because you are the one who wants to talk to the lawyer. The infinitive verb phrase should describe what you want to do. You could use talk or meet in your infinitive verb phrase. すごい。Arrange for us to talk to a lawyer. Arrange for us to meet a lawyer. これ、音が。I would appreciate it if you could arrange for us to talk to a lawyer who can supply legal help. Pronunciation. I hear a one minor mistake. Okay. Appreciate. これやっぱり言った。Appreciate. 思った通り。Appreciate. はい。ですね。ね、ほら。Okay. There should be an sh. Okay. So at the beginning of the third syllable. Okay. Instead. ね。ね、予想通り。素晴らしかった。絶対そう来ると思った。Everything else sounds good. それ以外は大丈夫。Thank you so much. ちょっと優しいね。Appreciate. Appreciate. 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 はい。いいですか？ということで、はい。意味してますか？感謝。そう、感謝するんですね。Appreciate の部分がPrice。Priceから来ている。そう、価値が分かるっていう意味ですね。だからあなたがやっていただいた価値が分かりますっていう意味から。しっくりきました。しっくり。はい、そういう、だからなんかいろんなものを鑑賞するっていう意味があるんですよ。芸術作品を鑑賞するも、はい、芸術作品の価値が分かる、文化の価値が分かるとかっていう時に理解するっていう意味で出てくるのは、はい、登録方法なんですが、はい、まずここですね、ハイネイティブトラックっていうのを見てもらいまして、ハイネイティブトラックに登録
で、ビジネスコースと IT コースっていうのが IT とビジネスがあって、なるほど、ビジネス側ともっと専門的な IT 系のやりたい方も IT コースの方でですね、テクノロジーとか、ね、ベンチャー企業の、ね、方々とかもあるんですが、ここからちょっとビジネスコースを選択してみますね。そうするとまあ日本語を年間プランと月額プランがあります、はい、で月額プランは 19,600 円で月々払っていくっていう、うんうん、で年間プランは12ヶ月分で1月あたり換算すると 16,333 円という形になっているので、はい、つまり10ヶ月分ですね、はい、っていうになりますよ。マスは大丈夫ですか、数学は。そうそう。Google のアカウント持ってる人とか、はい、Facebook アカウント、Twitter アカウントでもうそこでスッといけると、うん、でここにアドレスでユーザー名選んでもらって、でパスワードで母国語は何なのかっていうのを入れてもらって、でカード情報ですね、クレジットカードとか、はい、でカード情報入れて、でメールの確認、ぜひ気になった方は概要欄に貼ってありますのでチェックしてみてください。はい、最後歌ってもらえばいいんですよね。なんでロジックはどうなってるんですか。できなかったら歌うみたいに言ってなかったでしたっけ。そんなこと言いましたっけ。はい、で、まあ、じゃあ後でちょっとアンタイクロックワイズでしたっけ、反時計回りでしたっけ。難しいこと言わないでください。はい、クロックハンズ。はい、ということでね、早稲田社学はすごいっていうことが分かったと思います。ちょっと待ってください。はい、はい、すごいでしょ。はい、ということで今回はですね、はい、しほさんにおいでいただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。Clean cups and rubbers need Ginger signs. All who choose to prosper shall go blind. Won't you buy me rick to play? What I got enough to pay? I play a riff. Plug me into Marshall. I'll blow out your window.Trip my way up to eternal heights. But then I will lay down and shake out your eardrums. Hit up this distortion makes me high. I'm looking for a good way to fly.Searching for a way you can't buy